どうも、わっきです。さあ、今日はですね、調布の方にやってきてるんですけど、最近都内で人気のコーヒーショップ、サルタヒココーヒー、皆さんご存知でしょうか。店舗の前に今来てるんですけど、本店は恵比寿の方にありまして、でここ調布のお店は去年の11月にオープンしたということで、まあ、この建物自体もね、かなり新しい建物になるんですけど、で今回ね、このサルタヒココーヒーの調布のお店、なんとコーヒー豆を焙煎したりとか、特殊な機械を使った工場みたいのも見学できる、他の店舗にはない珍しい店舗ということで、今回サルタヒココーヒーさんから撮影の許可をいただくことができました。ありがとうございます。まあ、僕はね、もうコーヒー大好きで、毎日ね、あのコーヒーは飲んでるんですけど、今日はこのサルタヒココーヒーでコーヒーと、あとフードメニューもちょこっとあるみたいなので、いろいろ飲んでいただきたいと思います。それでは行ってきます。こちらの調布の店舗はテラス席がすごく充実してて、まあ、こういう感じでね、自由に座ってコーヒーが飲めるスペースがあったりとか、あっち側はちゃんとテーブルと椅子もあって、外の空気を味わいながら、この辺緑も多いんで雰囲気あっていいですよね。今店内いろいろ見てるんですけど、かなりおしゃれで、他のコーヒーショップにはないようなオブジェがあったり、椅子の形もねちょっと変わってたりとか、であとあのこういうねトートバッグとかね、サルタヒココーヒーオリジナルの服とかもありますからね。はい、ということでね、この席にしました。ちょっと外の景色も眺めながら、とにかくあのソファーだったり椅子、テーブル、場所によってこう形状とかね、色もね違ってたりしてるんで、何回ここに来てもちょっとね違う席に座るとまた違った雰囲気も味わえるんじゃないかなと。コーヒーもいろいろ種類がありまして、一個一個こだわりがすごいんですよ。やっぱりコーヒーってあの苦味を楽しむ人もいれば、ちょっとこう酸味、そういうのもね楽しみたいっていう人もいるし、僕はね本当にブラック好きで、無難なのはこのサルタヒコフレンチかサルタヒコマイルド、お店の名前が入ってるので、でいろいろ見てると、このサルタヒコマイルド、これがなんかこう全体的にバランスがいいコーヒーなのかなと思うので、
はい、そしたらね、サルタヒコマイルド、サイズは S にしましたけど、まあ、これから暑くなるんで、まあ、アイスの方が、ね、こう飲みたい方多いと思うんですけど、やっぱりコーヒーを楽しむならホットの方が楽しめますんで、いただきます。マイルドの方はね、いろんな味が楽しめますね。苦味もあるし、ちょっと酸味も感じるし、飲んだ後もね、すっきりしてるというか、すっきりしてるとはいえ、ちゃんと豆感もね、こう楽しめると。サルタヒココーヒーは恵比寿が本店なんですけど、プライベートでね、僕恵比寿の方は行ってまして、結構店内狭めというか、同じブランドのお店なんですけど、だいぶ表情はね、こう変わってるというか。はい、ということで、サルタヒココーヒーのジュタロウのスペシャルパンケーキでございます。なんとこちらは調布店だけでしかいただけないパンケーキだそうです。ジュタロウって書いてあるんですけど、サルタヒココーヒーの社員の方の名前だそうです。いや、もうパンケーキうまそうですね。パンケーキ専門店の味ですよ。生クリームがね、甘すぎなくて、でもほのかに甘い、くどくないのがですね。ブルーベリーとね、いちごもふんだんに入ってまして、甘いの苦手な男性でもね、ベロリといけちゃうんですね。パンケーキの生地もね、ふわとろでしっとりしててね、で、コーヒーを飲みます。この調布店にはホットドッグとかもあったんで、他のサルタヒココーヒーの店舗にはないフードメニュー、結構充実してます。ということでね、パンケーキ激うまだったんですけど、アイスクリームもあるんですよ。なんとこのアイスクリーム、サルタヒココーヒーのオリジナルブランドだそうです。アイスの味の種類が食べたことないような味がたくさんあって、で僕気になったのが、日本酒のね、獺祭のアイスがあるんですよ。これコーヒーショップでいただけるっていうのがね、すごいなと思って、セントラルにしようかなと思います。カップの味は3つ選べるやつですね。やはりね、僕が選ぶのはこの獺祭のアイスを頼んでみたいと思います。こちら1つ目で、あと僕はピスタチオ好きなんで、ピスタチオも頼みたいと思います。焼きリンゴのアイス食べたことなくて、これもね、いただきたいと思います。で、あとアフォガードがあって、アイスクリームの上からエスプレッソをかけるやつ、最近結構ね流行ってるんですけど、まあ、もちろんこのサルタヒココーヒーさん、コーヒー専門店でもあるし、アイスクリームも自社ブランドでやってるんで、そのまま2つのコラボレーションで本格的なアフォガードがいただけるということ で今ちょっとお店の方に聞いたら、ジャスミン茶にエスプレッソをかけて食べると非常に美味しいと食べたことないんで、ちょっとねそちらもいただきたいと思います。はい、ということでアイスがやってきました。まずこのね、一番上に乗ってるのがね、獺祭です。山口県の日本酒で有名な。いや、めっちゃうまい。口に入れたらもうまんま獺祭の味がきますね、口の中ダイレクトに。甘酒みたいな感じですね。酒粕を感じつつ、獺祭の甘みも味わいつつ、で後味すっきりしてると。続いてはね、このピスタチオですね。ピスタチオ大好きなんで、すごい濃厚ですね。ちゃんと豆の皮とかね、クラッシュされたやつが入ってて、で一番下にあるのが焼きリンゴのアイス、リンゴの皮ごと入ってるみたいなんですけど、すごくね、リンゴはリンゴですけど、焼きリンゴ独特の熱が加わると甘い感じ。アイスは本格的ですね。続いてはね、アフォガードなんですけど、アイスは、ね、ジャスミン茶、これエスプレッソ、今回特別にお店の方がね、入れて提供するんですけど、一応取ってるということなんで、自分で入れてみてもいいんじゃないかと思って。これジャスミン茶のアイスとね、エスプレッソが合うのか。うわ、合いますね。
ジャスミン茶の爽やかな味わいとエスプレッソの濃いねコーヒーがねこう口の中で相まって不思議なことに合わないと思ったんですけどすごいマッチして、なんかねこう両極端なんだけどそれがまた美味しい味を出してるというか、だからアフォガードでそのねエスプレッソをアイスにかけるということで、まあ他のアイスも種類ありますからね、エスプレッソとともにいろんな味のアイスを楽しめると。はい、ということで今コーヒーとパンケーキとアイスですかいただきましたけどね、でなんと今回特別にお店の方がこういう形で YouTube をワッキー TV で初ということで、このサルタヒココーヒー調布焙煎ホール店コーヒーを焙煎しているマシンがねあってスケルトンで見れるんですけど、なんと特別に中の工場で撮ってもいいということでありがとうございます。ということでね、こちらの奥に焙煎してるマシンだとか豆の保管所というかそういったところがあるみたいなので潜入したいと思います。こちらの奥が保管所になってるということでして、うわーすごい、生豆と呼ばれる焼く前のものを保管している専用の部屋になりますね。空調を効かせてあとは湿度をコントロールするっていう対策をしている部屋になります。麻袋の中に、ね、豆がこうぎっしり、そうですね、最近はグレインプロっていう形態のものが多いので、はい、こんな感じで間に今ビニール袋が挟まっていて、はい、よりその鮮度をキープしようってことで管理されてますね。でこちらが、こちらが実際それを取り出して計量したものになりますね。これやっぱり産地によって色が違ったり、そうですね、結構違いがありますね。隣にあるこれはブラジルから来た、はい、あのコーヒーなんですけれど、これと比べるとちょっと、まあ、色合いがなんか明るくなったりとか、はいはいはい、青みがある感じなんですけれど、ちょっと違いますね、やっぱり。そうですね、こっちの方が少し黄色がかってる感じっていうか、ちょっとずつその産地によって個性とか大きさが違ったりとか、見た目とか香りが違うよっていうのはありますね。でこちらではね、お店の方々がどうぞこういろんな味を試しながら、壁にはいろいろこうなんか理科の実験室みたいな、あのホワイトボード用のペンキを塗ってますので、ここでまあディスカッションしたりとか、そういったことをしている、初めてですよこういうの見るのが。こちらはすごいですね、焙煎をする場所だそうですけど、これなんかもう工場ですね、もうある種の。今実際このシャンシャンシャンって言ってるのがコーヒーを焙煎してる途中の音なんですけれど、はい、うわーすごい、あ、本当だ、先ほどのコーヒーが、そうですね、先ほどの豆が入ってきて、自分の中で豆がだんだんその中で焼かれていくと、この辺で焙煎機、すごいですね。こっちの機材がですね、ものすごく大きな、すごいですね、70キロ焼けるサイズ。こちらのマシンはサルタヒココーヒーのロゴも貼ってあって、で色もプリントされてるということで、こっちがスケルトンになってて、さっき僕がいただいてたその店内がもう中見えると。こっちが一度に 2.5 キロぐらい、はい、焼ける機械なので、これはもう本当にテスト用の機械で、実際生産地からこういうコーヒーができたんだけど買わないと送られてくるので。はい、ということで、サルタヒココーヒーのこちら調布店なんですけどもね、いやーやっぱりまあコーヒー専門店ですから、もうコーヒーも本当美味しかったですし、でパンケーキもね、もう本当専門店の味というか、僕が嬉しかったのは具材はもちろん美味しかったんですけども、パンケーキの生地が美味しかった。であとアイスクリームも、自社ブランドでやってますから、外から入れて販売してるわけではなくて、オリジナルのアイスがいただけると。でアフォガードでエスプレッソをアイスにかけて自分好みの味も楽しめるということで、こちらの調布の店舗に関してはもうかなり広々としてて、外のテラス席もありますし、店内ほんとおしゃれでね、いろんなテーブル椅子、色合いだとか目で楽しめて、で落ち着いた雰囲気、天井も結構広いんで開放感があるというか、コーヒー豆の焙煎所も、工場みたいな、さっきのもすごかったですけど、まあ、あそこスケルトンになってるから店内からも見ることができると、なかなかコーヒーショップでは味わえない本当にすごいね、店舗だったんですけれども、でこちらのサルタヒココーヒー、調布のお店が京王線調布駅から徒歩2分ぐらいの場所にありますんで、ぜひ、コーヒー好きの方、スイーツ好きの方、こちらで、飲んで旅に来てみてはいかがでしょうか。それでは。